ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、以前も話してくれた遺跡の謎ネタってまだ残ってないの？もちろんあるが、どうした急に？いやー、昨日の夜遺跡にまつわる都市伝説とかミステリーをネットで見てたら、テンション上がっちゃって、また紹介してほしいなって思って今朝起きたのよね。そういうことか。道理で今日も綺麗な熊を目の下に装備してるわけだ。よし任せろ。今日は霊夢が夜更かししなくてもいいよ。世界の遺跡の謎を6つほど紹介してやるぜ。やったー。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、用途不明の謎のトンネル、トンカラリン。トップバッターはトンカラリンだ。ここは日本の熊本県和水町にあるトンネル型の遺跡だ。全長は 464.6 メートルで、自然の地壁や人工の石組み水路で構成されているぜ。なんじゃこやー？日本にもこんな謎めいた場所があったのね。私も調べて初めて知ったぜ。この遺跡は5つのトンネルが連なってできていて、それぞれ2から7メートルのそれぞれ大きさが異なるトンネルが合体してる、巨大なトンネル遺跡だぜ。さてそんなトンカラリンだが、実はかなり謎に包まれた遺跡なんだ。こんなに可愛い名前なのに実態はミステリアスなの？ああ、なんてったってその名前の由来すらわかってないからな。今のところ有力な説が2つあって、1つはこのトンネルに石を投げ入れると、トンカラリンと可愛らしい音を出すことからついた名だとする説。もう1つは朝鮮語で鬼のこもる穴、あるいは伝説の始祖である天帝を意味する言葉だとする説がある。全く系統の違う説が有力視されてるんだね。そもそもこの遺跡、民間伝承も記録も残されていないんだ。そのため名前の由来も作られた年代も、目的も何もかもが謎に包まれているんだよ。謎だらけのトンネルか、これは考察がはかどるやつ。研究者の考察ははかどりにはかどってるだろうな。中でもトンカラリン最大の謎は、その石積みだ。使われているのは布石積みという工法なんだが、これはエジプトのピラミッドや古代朝鮮の遺跡に使われたものと同じなんだ。日本の遺跡に使われているのはなかなか珍しい。異質すぎる。あまりに謎が多すぎて一時は金星の排水路とも言われていたからな。ただ2001年の調査で、排水路としては不都合な点が多すぎると判断され、謎の遺跡という形に落ち着いたぜ。このトンネルはあちこちが湾曲しているし、水の流れをせき止めるような階段状の石組みも見られるんだ。1993年の集中豪雨では、内部にほとんど水が入り込まなかったしな。微塵も排水する気がないね。めでたく謎の遺跡に戻ったトンカラリンは、謎の遺跡という名に恥じないミステリーっぷりを発揮し続けている。その用途についてはいくつも説が出ているものの、未だに定説すら存在していないぜ。定説とまではいかないが、有力視されているのは古代信仰遺跡説だな。宗教施設ってこと？そうだ、まずトンカラリン付近の古墳から、変形した頭蓋骨4体が発見されてな。この変形頭蓋骨っていうのは南米などでよく見られる風習で、部族の指導者や神に仕える上級役職の人間に行われるものなんだ。そのため古墳から出てきた頭蓋骨の持ち主も、巫女や祈祷師などの役職についていたのではないかと言われている。ふむふむ、加えてトンカラリンの中には頭下部を置くと思われる穴などもあり、祭祀や神事に使われたのではないかと推測されている。またこれは日本の宗教施設としている説だが、別説では朝鮮からの渡来人が使用した宗教施設という説もあるぜ。石積みが朝鮮遺跡に似てるって言ってたもんね。あと面白いのは卑弥呼の軌道説だな。これを発表したのは作家の松本清張氏で、卑弥呼が地下の鬼を迎えるための通り道として、ここを作ったと主張したんだ。当時は鬼神信仰があったことや、トンカラリンの先に菅原神社があることを理由に挙げていたぜ。菅原神社ってずっと後にできたんじゃないの？明治時代に移転してきたな。この神社には鬼神の舞という、無病息災を願う神事があることで有名なんだが、そんな神社がトンカラリンの先を選んで移転してきたのは、ここが神聖な土地だったからではないかと推測していたぜ。確かに元祖鬼神信仰の地なら移転先に選ぶかも。とまあいろいろ説はあるものの、すべては謎なんだけどな。なんせどの説もそれを裏付ける証拠記録や伝承が残っていないからな。トンカラリンの謎を解明するには過去の証拠を見つけ出すか、それすらいらない決定的な何かを掴む必要があるぜ。解明はかなり難しそうね。2、孤独に佇む遺跡と伝説の都市、ジャームのミナレット。お次はジャームのミナレットを紹介するぜ。ジャームのミナレットはアフガニスタンのゴール州に存在する島で、川と川の合流点のほとりにひっそりと立っているんだ。これまたなんじゃこやー？っていうかもっと堂々としていいんだよ。そう思うよな。ほんとひっそりしすぎなんだよ。そのせいでこの島は長い間忘れ去られ、誰にも見つけられずにそびえ立っていたんだ。
切なくない？この塔が建てられたのはゴール朝最盛期かつ、滅亡寸前の12世紀末頃だとされている。ゴール朝は1215年に滅亡したんだが、そこからこの塔は孤独の時間を過ごした。そしてようやく発見されたのが1957年のこと。この塔は742年もの間、その場所で静かに立ち続けていたんだ。742年も、よく誰にも見つからなかったね。立っていた場所が人里離れたところだったのも影響しているだろうな。高さおよそ65メートルで周辺には他の遺跡群もあったが、7世紀以上もの間誰の目にも触れなかった。しかし発見後はゴール朝の最高傑作だとして評価されたぜ。日の目を見れてよかったわね。レンガで作られたこの遺跡は、側面に様々な模様が彫られている。青いタイルをあしらい、美しくも威厳のある姿を今でも保っているぜ。アフガニスタンの気候は建築物にとって優しいものではない。地震や水害は数えきれず、一年を通して乾燥や猛暑に襲われるこの土地で、現在まで8世紀もの時を耐えるというのもまた好奇心をくすぐるよな。それだけの技術をもってして作った建築物ってことは、相当大事なものだもんね。そう考えるのが普通だろうな。ただこの遺跡、未だに何を目的に作られたかわかっていないんだ。何かしらの記念碑であるという説や、古代のイスラム教礼拝堂だとする説など様々あるが、どれも裏付けられていない。ひっそりと佇んでいた謎の遺跡、好奇心が暴れ出しそうだよ。しかもゴール朝の時代には、とある伝説の都市が存在していたと言われているんだ。その都市はフィロッコと呼ばれ、いくつかの宗派の教徒が手を取り合い平和に共存していた素晴らしい都市だった。しかしゴール朝の滅亡によりフィロッコの場所は不明となり、その存在が今でも議論されているんだ。もしかして、この遺跡が？そう、ジャームのミナレットこそ、フィロッコが存在した証明になるんじゃないかと言われている。容易にはたどり着けない辺境の地にこれだけの塔が建てられたというのは、何か特別な理由があると推測されているからな。伝説の平和都市を象徴する塔だと考えるのも頷けるぜ。これ解明されたら歴史を紐解く鍵になるじゃん。ああ、その可能性が高い重要な建築物とされているぜ。しかし長年アフガニスタンの過酷な環境に耐えてきたこの塔は、限界を迎えていてな。世界遺産に登録されると同時に危機遺産にも指定された。このままでは劣化での倒壊はもちろん、道路建設や洞窟などの人為的要因で、遺跡が失われる可能性が高いんだ。ええー、姿を消す、かっこ物理はまずいって、歴史に関わる大切な遺産としてはもちろんだが、ようやく見つけ出された美しい塔をこのまま消してしまうのは、心が痛いよな。今後も厳重な保護のもと、この塔が歴史の波に埋もれることがないよう祈るばかりだぜ。3. 一体何なのかすら不明の古帝遺跡？ガリラヤ古帝の巨大建造物。お次はガリラヤ古帝の巨大建造物を紹介するぜ。この巨大建造物は2003年にイスラエルのガリラヤ湖の古帝で発見され、直径70メートル、高さ10メートルの巨大な円錐形をしている。総重量6万トンもあるであろう玄武岩を積み上げて作られているらしく、砂の蓄積からして、およそ2000年から1万2000年前に作られたものだとされているぜ。でかすぎない？ストーンヘンジの巨石建造物の2倍の大きさらしいからな。ちなみに発見は全くの偶然だったようで、発見した古帝調査メンバーはもちろんのこと、考古学者たちもびっくりだったようだな。偶然でこんだけでかい遺跡見つけたら目玉飛び出るわ。さてそんな巨大遺跡なんだが、一体誰が何のために作ったものなのか未だに解明されていない。潜水調査をした学者はここを一種の養殖場だと推測したが、考古学者らは地上に建設されていた何かが沈んだものだと主張している。どっちもあり得る説だねー。地上建造物が沈んだとする説では、古代にあった町の一部が沈んだとする説と、共同墳墓が沈んだとする説が唱えられている。いずれにせよこれだけ巨大な建造物を作れたということは、当時の社会は複雑に組織化されていただろうと言われているぜ。高度な文明社会だった可能性も出てくるよね。これだけ大きく重い建造物を作るのは、並大抵の人手と労力ではないだろうからな。組織化され効率よく建築していたと考えるのが妥当だろう。もし養殖場として水中に元から作られたものなら、さらに作業難易度が上がるはずだぜ。ますます用途が気になるところだわ。今はまだ謎のままだが今後の研究次第だな。水中は地上に比べて分解などが進みにくく、保存状態に期待できる。もし保存状態が良好であれば、思ってるよりずっと早くこの遺跡の正体がわかるかもしれないぜ。賢い人たち頑張って調査しまくってくれー。4. でかすぎる石でできた謎の壁、ゴルナヤショリアの巨石。お次はゴルヤナショリアの巨石を紹介するぜ。これはロシアのシベリア南部、山岳地帯ゴルナヤショリアで発見された巨石遺跡だ。
2014年に山脈調査中に偶然発見されたが、見ての通り超巨大な岩を使って作られているんだ。前に別の動画で出てきたとこだよね。っていうか何回見ても石でっか？そうだな。今回はさらに詳しくやってこうと思うぜ。この遺跡に使われている石はとにかく巨大で、最大のものでは推定2400トンもあると言われている。過去最高とされていたバールベックの巨石は推定800トンだから、その3倍はある計算だぜ。何度聞いてもデカすぎる。遺跡自体も高さ40メートル、横200メートルと超巨大。しかも遺跡がある場所は、標高1000メートル以上の山地という過酷な場所なんだ。一体誰がどうやってここまで切り出した巨石を運んだのか、謎に包まれているぜ。人間離れしてるのよね。しかも表面は非常に平らで滑らかに切り出されており、人工的に加工された形跡が随所に見て取れる。中には中心近くに穴を開けたような巨石も存在しているし、どの石も角は直角に切り出されていて、計算したかのように整った長方形をしているぜ。すごい綺麗に積まれてるのよね。当初は自然に発生したと考えられていたが、この遺跡に使われている石は見た目の通り加工された痕跡があったそうだ。加えて巨石の上にさらに石を積んだ跡や、石垣、回廊状の構造などが発見されており、今ではまず間違いなく人工物だろうと言われているぜ。ほんとしっかり建築しましたって痕跡残りまくりだよね。人が通れるサイズの作業用通路が特に作りました感を出してるよな。それに石垣や回廊状の構造が、意図があっての建築を匂わせている。紐解いていったら何か歴史に関わる重要なことを知れるような気がしてくるぜ。気になりすぎるー。ちなみに通路の中には通り道が曲線になるよう加工し、石を積み上げている箇所もあって、卓越した技術と計算力が見て取れるぜ。まあ何より、これだけ人工的な加工で作られた痕跡が出てきているにもかかわらず、誰がどこから石を運び、どうやって加工したかが一切不明なのがミステリーだけどな。これだけ巨大なら記録に残ってても良さそうなのにね。石垣などの設備から考えて、もし何かしらの防衛対策に作られた巨大な石壁なのであれば、なおさら記録に残ってそうだしな。ただこれだけ標高の高い山地であればそれだけで攻めにくいし、石壁で防衛しなければならないほどの何かが起きるとも考えにくくはあるな。ダメだ、何一つ予想もできない。さらに問題なのは、この遺跡が作られた時代もはっきりしていないことだな。使われている石自体の年代は相当古いようだが、加工されたのがいつなのかは分かっていないようだ。年代から照らし合わせてこの遺跡を作った民族を割り出すことも、用途を推測することも叶わないぜ。どれか一個くらい教えといてくれ。そうだな。一つ確かなのはまず間違いなく重機も存在しないような時代に作られたものだということだ。これだけの石壁を人手だけで作ったであろうことは想像にたやすいな。謎が増えただけだな。あ、そういえば巨人が作った説があったよね。ああ、カジノ腕に長けた一つ目の巨人族が作ったという説はある。あとは宇宙人が作った説もあるな。発見されて日が浅く、記録なども見つかっていないから色々と説が立っているようだからな。巨人も宇宙人もロマンあって好きな説だな。私は高度文明を持つ古代人が作った説を推したいぜ。とはいえ最も謎なのは、これだけの建築技術や労働力を持っていたのに、見つかった遺物はこのゴルナやショリアの巨石だけという点だよな。そんな力があったなら周辺にもっと色々あると思うんだが、確かに、高地かつあまりに巨大な遺跡なため、調査も難航しているようだが、今後他の建造物が見つかれば、高度文明説の期待が高まりそうだな。もしかしたら巨人族の集落が存在した可能性だってあるし、考えれば考えるほどロマンしかない遺跡だぜ。仮に最近作られたものだとしても、なんでこんなところにこんなものを作ったのか気になるしね。5、壮絶な歴史を生きた重要な遺跡、グレートジンバブエ。お次はグレートジンバブエを紹介するぜ。この遺跡はジンバブエ共和国に存在する遺跡で、1986年に世界遺産に登録された場所だ。ここら一帯が古代の集落だったとされており、いくつもの遺跡群が集まって存在している。規模がすごい。上層階流の人々は何十もの石壁に囲まれた専用の家に住んでいて、この家こそがグレートジンバブエ内で特に注目される遺跡として残されている。その中でも3つの建造物が有名で、アクロポリス、谷の遺跡、大遺跡と呼ばれているぜ。守られてます感強すぎる。まずアクロポリスは周囲を見下ろせる丘の上にあり、王宮や祭祀などで構成されている場所だ。ここが当時の政治や宗教の中心地で、かつ防衛拠点だったようだな。そして谷の遺跡は当時の王内市、市長の妻や子供たちの住居だったとされている。大遺跡には宗教施設や住居があったとされているぜ。建築物で集落がしっかり形成されてる。特に大遺跡については用途はあくまで推測だ。ただ谷の遺跡から大遺跡には八方に通路が伸びていることから、
馬たちが生活活動の切り盛りを担うためにそうされていたのだろうと言われている。使い勝手も最高ね。ただこの用途についても、断定はされておらずあくまで推測のようだ。調査によればこの遺跡一帯を作ったのは、現在もジンバブエの人口の4分の3を占めている多数派民族、ショナ族によって作られたそうだ。いわばジンバブエの起源に深く関わった文明民族の遺跡だな。こういった理由からか、この遺跡の名前が国名の由来となってるようだぜ。かなり重要な遺跡、文明だったと言えるだろう。すんごい場所、大事にしないとね。さてそんなグレートジンバブエだが、現在まで謎の残る遺跡となっている。特に目を見張るのはこの石壁の建築方法だ。現在でも専門技術として使われているドライストーン工法というもので作られてるんだが、これはセメントなどの接着剤を一切使わず、石をただ積んで完成させる方法なんだ。すぐ壊れそうじゃない？頼りないように見えるよな。だがこのグレートジンバブエでは、未だにこの様式で作られた石壁が良好な状態で残されている。これが建設されたのは11世紀から18世紀頃と推測されているから、およそ10世紀近くもの間崩れずにいることになるんだ。耐久力欲しいつつ、10世紀もの間壊れていないってすごすぎー。古代にそれだけの建築技術が存在していたことがまず驚きだよな。そもそもドライストーン工法はイギリス伝統の技術だから、ここまで長持ちする技術をアフリカの民族が手に入れていたことが不思議だぜ。謎に高い技術力どこで手に入れたの？また建造から300年ほどで人々はこの地から去ったと言われているんだが、なぜ彼らがこの地を捨てたかに関しても謎が残っている。有力視されているのは資源の減少だが、交易が減少したという説もあれば金鉱が減少したとする説、食料や水が不足したという説もある。他にも情勢不安や気候変動という説も存在し、そのどれも真実かどうかは分かっていないんだ。これだけ広大で完成された場所を捨てるなんてよっぽどだよね。ああ、だから生命の危機に直接関わる理由が特に有力視されているな。他にも遺跡内に残る巨大な塔の建築理由など謎が多い。というのも理由があって、実はこの遺跡は過去にひどい扱いを受けたんだな。なんで？調査した人間の欲によって捨てられたり破壊されたこともあれば、白人至上主義の風潮から闇に葬られた事実や物品もあったようだ。そのためいくつもの貴重な遺物、遺跡が破壊され、謎を解き明かすための資料が不足する結果になってしまったようだ。歴史に淘汰された遺跡なのね。とはいえまだ残っているものも多い。もしかしたら今後の調査でさらに詳しい古代の状況を知れるかもしれないぜ。6、文明観を覆す大発見、アグアダ・フェニックス遺跡。最後はアグアダ・フェニックス遺跡の紹介だ。この遺跡は超最近の2018年に発見され、2020年にその存在が発表されたんだ。発見された場所はメキシコのタバスコ州で、航空レーザー測量によって森林に埋もれていた遺跡が発見されたんだ。とんでもない発見ね。しかもこの遺跡は巨大な建造物が存在し、その大きさはなんと南北に 1.4km、東西に 400m もあるそうだ。いやでかない？高さも 9m 以上あるそうなんだが、そのあまりの大きさゆえに歩いていても高さを実感できないんだそうだ。その上あまりに森に埋もれすぎて、上空から見渡してもそれが建造物だとは認識できなかったようだ。でかさがあだになったわね。そんなわけで近年初めて発見されたこの遺跡、発見から日が浅いこともあり、まだまだ謎の多い遺跡だ。わかっているのは調査によって推定された建造年代が紀元前1000年ということ、その後200年にわたって増改築されたということ、そしてマヤ文明の遺跡だろうということくらいだ。あの有名な文明の遺跡？世紀の大発見レベルに跳ね上がってない？そうだな、今まで発見された最古のマヤ遺跡は、紀元前950年頃建造の遺跡だったし、それを超える古い遺跡とくれば、価値の高さはわかるだろう。年代から見て文明初期に大きな建造物が作られていたということになるし、文明の起源に迫る歴史的な大発見だぜ。存在からしてロマンしかない。この遺跡の驚くべきことは他にもあり、ピラミッドのように高さが存在しないのもその一つだ。この時代の大きな建造物は、どれも王の権威を誇示するために高く高く作られている。しかしこの遺跡は高さはなく平面的。これは遺跡の建築には、権力を誇示するような支配者が関わっていないことを意味している。みんなで作ったってことかな？そう、しかしそれはこれまでの文明観を一変するような事実なんだ。これだけの規模のものを支配者がいない状況で、身分差のない人々が、大規模共同作業をするなんてことはありえないと考えられていたからな。考古学の常識覆えるじゃん。これには研究者も驚いているようだ。人々が自発的に集まって作り始めた可能性も示唆されていて、古代人の能力の高さに唖然とするばかりだ。となればいつから身分差のある縦社会になっていったのかも謎になってくるよな。新たな可能性が生まれまくってる。
加えて現状では、まだこの建造物が何のために作られたかははっきりしていない。ただ発見された未使用の翡翠の石符から、おそらくは何かしらの儀式のため人々が集まる場所だったと推測されているぜ。そんな場所をみんなで作ろうってなるってすごいね。自然の岩盤に土を持って作られたようだが、延べ1000万人以上の労力は必要だっただろうと推測されているからな。それだけの人数が支配者なしに共同作業を行えるというのは、古代人の結束力を感じるぜ。聞けば聞くほどすごい遺跡だわ。現状わかっていることは少なく謎に包まれた遺跡だが、考古学的価値を考えればこれから大いに研究されていくことだろう。今後マヤ文明の起源や当時の詳しい様子について、何かわかっていくかもしれないな。というわけで今回は、謎の残された遺跡を6つほど紹介したぜ。とにかく思ったのは早く研究が進んでほしいだったわ。劣化との時間勝負なところもあるし、無事に残ってるうちに色々と分かってほしいものだよな。コメントでもらっていたが、私たちが生きてる間に解明されなくても死後に神によるネタバラシがあればいいのにな。神様お願いだから答えを教えてくれー。そんなところで今回の動画はここまでだ。最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。